皆さんこんにちは。今日は青山本社に来てまして、こちらのステッパーゴンスパーダ、こちら EHEV になります。でこちらプレミアムラインではない車になるんですけれども、まあ、こちらの車を見ながら、ノアボクシーとの2列目の補充スペースの違いについて見ていこうと思います。以前私の動画の中でもこちら補充スペースの違いを公開させていただいているんですが、まあ、改めましてこちらの補充スペースを測ってみましたのでご紹介します。でこちら今、中寄せの状態が一番こうです。一番スライドするということになります。この状態です。で運転席は一番下げた状態と前に寄せた状態で比較すると、マックスとミニマムこの床の膝の位置でいうと610から855mm あります。で助手席も同様に測ってみたんですけれども、助手席は600から840と、まあ、いうことなので、運転席と助手席との広さの違いというのがありまして、プラス 10mm から 15mm、 運転席の方が膝の位置が広くなっているということになります。でこちらのステッパーゴンに関しては外寄せというものもありますので、この状態で今度外寄せの寸法がどのぐらいあるかということ、こちらも見ていこうと思うんですが、まあ、この状態になります。でこの状態で同様に運転席のシートを一番後ろ、それから一番前に合わせたときにいくらになるかというと、運転席が370から610で、助手席が355から600ということで、まあ当たり前なんですけれども、運転席との差は運転席のが広くてプラス15ミリから10ミリ広くなっているということになります。で一番気になるのはノアボクシーとの違い、こちらになります。完全に今後ろに下げた状態で、先ほどと同じなんですけど、この状態で比較をするとノアボクシーとの違いでっていうと、先ほど申し上げましたけれども、ステッパーゴンは運転席に関しては610から855なんですが、ノアボクシーに関しては570から830ということで、差はステッパーゴンが広くてプラス40からプラス25ミリ広くなっています。で助手席に関してはどうかというと、同じ手法で比較をしてみたんですが、ノアボクシーは585から830なので、ステッパーゴンと比べますとプラス15ミリから10ミリ、やはりステッパーゴンが広くなっていると、まあ、いうのが、まあ、今回分かったところになります。はい、なのでやはりステッパーゴンの方がいずれも広くなっていると、まあ、いうことになるというのが、まあ、今回分かったところになります。ちなみにウォークスルーも気になるところと思うんですけれども、ここを今実測して測ると160ミリあります。でノアボクシーの場合ですと、カタログ上は185ミリで、ノアボクシーの SZ と SG とでここのサイドテーブルの厚みが違ってくるので、まあ、それによってもこのウォークスルーの差が異なるんですが、最小でも185ミリあるということなので、まあ、そのノアボクシーと比較すると15ミリウォークスルーに関しては狭いというのが、まあ、ステッパーゴンのサイズ感になっていると、まあ、いうことになります。で、じゃあサイズ感見ていこうと思うんですが、まあ、今この状態で、今後ろに下げた状態 でこちら一番後ろにした状態、この状態です。でこの状態ですと855ミリということで、ノアボクシーが830ありますので見てみたいと思います。はい、でこうやって触ってみると、やっぱりつま先を立てないと前のシートに当たってしまいます。
で、このようにつま先を伸ばすところから当たってしまうと、これが855mm のサイズ感なので、まあ、ノアボクシー830なんですけど、まあ、大体同じぐらいのイメージかなと思います。で、ドラポジに合わせて、じゃ今度実用空間ということで試してみると思うんですけれども、まあ、このぐらいが私の実用空間になると思うので、まあ、これに合わせます。大体バランスリクエストしてもいいかもしれないですね。で、この状態で乗ってみますと、大体つま先を伸ばして当たるか当たらないか、かするかかすらないかぐらいなんで、まあ、ノアボクシーとの違いはもちろんあるんですけれど、まあ、ほぼ変わらないぐらいのレベルかと思います。大体同じぐらいのイメージになってくるかなって思います。実績も今一番下げた状態で、この状態で乗ってみます。一番下げてる状態で、これで、まあ、助手席の方がやっぱり少し狭くなっているので、つま先を伸ばしても伸ばすとも当たりますし、つま先をこのように逃がすとも当たらない、まあ、運転席と基本的にはやっぱり同じような感じになります。で、今度実用空間ということで乗り込んでみます。で、ノアボクシーと同じ要領でこのように、まあ、拳1個分ぐらいですね、大体このぐらいで合わせて2列目の実用空間がどんなもんなのかということで見ていきます。で、これで大体伸ばしてもつま先を伸ばしても当たらない、まあ、もちろん逃がしても当たらないという、まあ、こういうぐらいのレベルになりますので、まあ、やっぱステッパーゴンのは少し広くはもちろんなってます。ステッパーゴンの方がやはり広くなっていくと、まあ、いうことになります。で、せっかくなのでこちらの EHUV の装備スパーダ、僕もこちらの方がすごくいいと思うんですけれども、このようにシート自体もスパーダのファブリック、プレミアムラインになるとスウェード調になっちゃうんで、やはりそっちだと夏になってくると使い勝手どうなのかなっていうのがあったりします。で、このように普通のスパーダ乗ってみても全然逆にスパーダの方が今までのホンダ車っぽくていいかなっていう気がしますし、ここもプライムスムース使ってますし、こちらもソフトパッド、まあ、プライムスムースになると思うんですけども使ってます。で、この辺のスイッチ類なんかもちゃんとメッキになってますし、このノブ自体はシビックのノブと基本的には変わらないと思います。で、ノアボクシーとの違いでというと、やはりこういったソフトパッドをよく使っていたりとか、でこのような形でステッチを入れていたりとか、あとはこのステアリングなんかもノアボクシーも割と重厚感のあるステアリングだったですけれども、こちらも、まあ、アコードと、まあ、今のシビックとかと同じ形状のステアリングになっていますし、まあ、このように何が違うかというと、あとはパドルです。このように減速セレクターがついているので、まあ、こういったところなんかはちょっとこうスポーツ感、スポーティーな感じが持てるところになります。こちらに関しては、まあ、こちらは従来通りで、ホンダ車に関してはここにドアの電動スライドドアのボタン左右ついています。で、こちらが後ろが電動テールゲート、でこちらが VSA のオンオフスイッチで高軸調整ということでついています。で、ナビ自体は、まあ、ノアの 10.5 インチの中にも全然大きいナビがついていますので、かなり存在感としては高いものになっています。で、このように引き出し口なんかも、これもシビックとキャリーオーバーのもの、基本的にはキャリーオーバーだと思うんですけれど、ここのノブのところだけがステッパーゴンの専用になっているかと思います。で、ここは基本的には従来モデルのアコードとかと同じような感じになるかと思うんですけれども、まあ、ボタン式になっていると。まあ、この辺が賛否両論少し分かれてくるところかなという気が僕の中ではしますけれども、このようになって。で、エアコンのコントローラー。まあ、この辺はかなり良くなったんじゃないかなと思います。で、ここの辺のシートヒーター。それがリアのエアコン、リアのコントローラー。で、ここがフックになっていると。まあ、いうことになります。で、今までのステッパーガンはこの辺に
センターコンソールが、ね、コンソールボックスがありましたけれども、このステッパー号に関してはこちらに付くようになりまして、やはりスパーがもうかなり今までのホンダ車っぽい感じで、むしろプレミアムラインよりも、まあ私はこっちの方がいいのかなという気が正直するところになります。シート自体もこのような形で、見た目なんかもかなり高級感のあるシートになってるし、で従来通り EHUV になりますとセンターコンソールがこのようについています。相変わらず蓋はないものになっているんですけれども、このようにセンターコンソールがついていて、でこの下一応このように中のこのマット取れるようになってます。ここゴミが溜まりますんで、こういったところはちゃんと工夫してます。今の RP 号に関してはそれがついてないんですけど、掃除機で吸い取らなきゃいけないんですが、これはちゃんとそういったことをしなくても済むということで、少し小型化されてるっていう形になるかと思います。であとこの辺にカッコホルダーで、こちらが USB-C と USB、 これはナビと連動するものになっていると思います。あとこの辺に小物入れがあるという形になっていると。でこちらは LED 照明がついていて、でこちらに関してはホンダコネクトがつながるようになっているそうです。でここのところです。ここのメガネケース入れに関しては、今までミラー付きだったんですけど、ミラー付きではなくなったと、いうことになります。でこちらのバイザーも黒くなっている。でこの照明はハロウィンになっています。はい、こんな感じです。でこちらもナビに関しては 15.6 インチのナビゲーションがこのような形でついていると、いうことになっています。このように外観見てもらうと、16インチのホイール履いていて、で今の現行の RP 号に関しても16インチのホイールを履いているんで、プレミアムラインになると17インチになるんですけれども、16インチのこのスパーダの方がお買い得感があっていいんじゃないかなっていうのが、正直思うところです。で2列目に関してもついでなので見ていきますと、はい、このようにここのところに小物入れがあって、ここが USB-C になっています。で先ほど言いましたここのところが、これ自体が 15.6 インチの高速モニター、こちらになります。でホンダの場合ですとこのような形で閉まるディスプレイが裏側になります。でトヨタの場合だとディスプレイが外側になるので、どちらかというとこっちの方が僕はいいのかなと思うんですけど、こういった形になっています。でこのテーブル自体はこれも今の現行の RP5 からのキャリーオーバーになっているかなと思います。でこのようにオットマン付きになっていると、いうことです。でここにスライドドアのスイッチがついています。でこのように今一番後ろに、ある程度背もたれを起こしとかないと一番後ろまで降りません。なんでかっていうと、このように、こちら展示車なんで、後ろは今見れないんですけど、後ろのところが少し干渉してしまうっていうのがあります。なのでこのぐらいです。これでちょうど後ろまで下げ切った状態なんですけれども、この状態に背もたれを少し立てないといけない。でこのような状態で、でこの中寄せのリメリットって何かって、中寄せのリメリットって何かというと、ノーボクシーの動画でもご紹介したんですけれども、このセンターテーブルと遠くなってしまう、物を置くところがここになっちゃうということです。でもう一つはここ、これは今スライドドア開いてる状態なんでいいんですけど、閉めたらどうかというと、閉めたらこういう感じになります。なのでこの物を置くところが遠くなっちゃうということです。なのでこのようにくつろげるんですけれども、物を取るときによくこらしょってやらなきゃいけない。でかつ中寄せになってる、中寄せにしないとロングスライドにならないので、このようにベンチシート仕様になってしまって、センターテーブル、サイドテーブルも置けないと、いうことになるわけです。
で、センター寄せにすると、このように、かなりこの辺のクリアランスが、まあ広くなる。この辺がもう、とにかくノアボクシーと大きく違うところになります。だからドアからかなり離れた位置になると。なので、かなりもう近いところに寄せなきゃいけないんで、まあ、私的に思うんですけれども、一人で座る分にはいいんですけど、二人で座ると結構狭苦しい感じがあるかもしれない。ノアボクシーは、左と右とでウォークスルーがあって、なおかつこちらのトリム側のスペースもあるので、広々とした状態でロングスライドできるんですけど、こちらのステッパーゴンの場合だと、人がこちらに座ってると少し狭い感じがあります。むしろ。うん、そういったところが少し、私個人的に、別にステップワゴン、ノアボクシーを優位に上げてるというわけじゃないんですけど、座ってみて少し狭さを、横のこの狭さっていうものをちょっと感じたところではあります。で一応このように、肘掛けはついてるんですけど、やっぱ中寄せすると、ちょっとこのように干渉してしまうところがあります。こんな感じです。夏場なんか少しちょっと暑苦しい感じがあるかもしれない。まあ、そういったところが少し気になるところになるかなと今回思いました。はい、ということで今日は、こちらのステップワゴンの、主にこちらの2列目のシートのスライド量の紹介かつノアボクシーとの比較の観点でご紹介をいたしました。当チャンネルでは車用品カー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また興味がございましたら、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。でちなみに、今これ、下げてる状態なんですけど、完全にフラットにしてる状態なんですけど、RP5 もこのように下げて、でここのリアハッチ閉めるんですけど、ちょうどここの、トリムの部分が逃げて、一緒に、ここのトリムの部分が逃げて、このままの状態で、ハッチが締められるようになっています。なので、基本的にサイズ感としては、同じものになっているというのが、ここのところでも見て取れるということになります。